美しさと悲しみとは、川端康成の長編小説。ある中年小説家と、彼がかつて愛した少女で現在日本画家となった女、そのうち弟子で、同性愛者の若い娘の織りなす美しさと悲しみに、満ちた人生の叙情と感動のロマネスク物語。愛する死のために、レズビアンの女弟子が、男の家庭の破壊を企てる復讐劇を基調にした。 中間小説的な粉飾のストーリー展開で、川端の野心的な代表作とはみなされてはいないが、川端という作家の主題や技法、心の影が特徴的に示されている作品だと言われている。1965年2月28日に、篠田正宏監督で映画化され、1985年には、フランスのジョイフルーリー監督により映画化された。 1961年、雑誌、婦人公論1月号から1963年10月号にかけて連載された。1962年4月号は病気で救済された。ため、全33回となる。各回には、香山ま蔵たによる総画が掲載された。各章と回の関係詳細は、以下のようになる。以上の回と、新たに。 最終回末日以後に開出された36行文の文章を合わせたものが1964年3月16日に中央公論社より刊行の日本の文学第38巻川端康成に初収録されたその後過失訂正を施し雑誌掲載時に好評だったか山ま蔵たの総画の内から27よを挿入した美しさと悲しみと が1965年2月20日に中央公論者より単行本刊行された。文庫版は中古文庫で刊行されている。翻訳版はハワード・ヒベット・ワケをはじめ中国、スペイン、フランスなどで行われている。美しさと悲しみとの執筆中、川端康成は他に3つの作品の執筆にも関わっており、京都を描きたいという思いで、 ことを構想中、毎日新聞に掲載していた、随筆、ことなど、の、第1回の京都行きを、そのまま取り入れた形で、美しさと悲しみとが書き始められた。その連載開始10ヶ月後に、ことの方が執筆され始め、川端は、その執筆終了後の1962年2月には、睡眠薬の禁断症状で、意識不明となり入院した。自作、 ことについて、私の異常な書産と、川端は称したが、同時期に書かれた、美しさと悲しみとや、眠れる美女、片腕も異常な事態の上に気づかれた作品と、みなされている。作中の小説家、大木の出世作、167の少女には、川端の初期の、千代物の,のモデルであった少女、伊藤初代が重ねられ、伊豆の踊り子や、かがり火など一連の作品が、 年頭に置かれていると推測されている。伊藤初代は東京府東京市本郷区本郷元町2丁目の行き坂のカフェランにいた少女で1920年に川端と知り合い、翌1921年10月に二人は婚約したがすぐに破談となった。川端は初代からの破談の手紙を11月17日に受け取った。川端は 結婚の公約束だけはしたものの、しかし私はこの娘に指一本触れたわけではなかった。遠い稲妻のような一人相撲といったプラトニックな状態で破滅した、伊藤初代への不完全燃焼の果たされなかった愛を、美しさと悲しみとの大木と男の恋愛においては、現実には報いられなかった。川端自身の空想と虚構が広げられ、肉体的な世界に置き換えたとされ、 男と稽古のレズビアンラブは、川端自身の小笠原義人少年との同性愛体験が下敷きにされていると推測されている。川端は、茨城中学校5年の17歳の時に、寄宿舎で同室だった下級生の2年の小笠原義人と親交を結んでいる。年の暮れ、55歳の小説家、大木敏夫は、24年前に愛した上野恩師に急に会いたくなり、 京都へ赴いた。男は近年、名の知れた日本画家となっていたが、今も、独身のままだった。大木は、ある美術雑誌に載った痩せ方の男の写真を見て、自分がこの女の生涯から妻になること、母になることを奪ってしまったという仮責が迫ってくるようだった。男は16歳で妻子ある大木を知り、17歳の時に、 大木の後8ヶ月で相談したが、その女児は生まれてすぐ死んだ。男は自殺を企て、一命は取り留めたが鉄格師のある精神病院に入院し、その後母親に連れられて京都へ逃れるように移り、大木と疎遠になったのだった。大木は激しい気象だった。少女、恩師を思い出しながら嵐山を回り、大晦日に京都で一緒に、 女屋の金を聞きたいと、突然男に電話をした。翌日の夜9時に、大木のホテルに迎えに来たのは若く美しい娘で、男の女弟子の坂見恵子だった。恵子は、長めの細い首に、綺麗な耳の形の娘で、男が舞妓たちと待っていた、千代に院の座敷にもずっと居合わせた。男は、大木と二人きりになるのを避けたわけだが、二人には、 通ってくるものがあり、大木は、今も自分が、男の中にいるのを感じた。元日の昼、北鎌倉へ帰る大木を駅で見送ったのは、男の手弁当を持ってきた、稽古だけだった。大木は別れ際に、列車の窓から、稽古の絵を送ってほしい、今度家に寄ってくれと挨拶した。大木の出世作は、男との恋愛を書いた、長編小説。 16、7の少女だった。主人公の情熱的な少女は読者に広く愛され、大木は、名声と金を与えられたのだった。大木の妻、文子は、夫が、男と密会している時期、血の巫女、太一郎を抱えながら、嫉妬に苦しんだものだった。しかし、2年後に執筆された夫の小説原稿を、文子は、和文タイプした。文子は、 夫の原因公を清書するのが日課だったため、仕事として割り切ったが、嫉妬に狂った自分が小説ではほとんど描かれてなく、男のことばかりなのに逆に傷つけられた。時折すすり泣き、再度嫉妬の苦しみで仕上げたが、妊娠していた二人目の子は流産した。その後すぐに回復したふみ子は次の子、くみ子を産んだ。早春となり、慶子が、 自分の抽象画を二作持って、大木の家を訪れたが、大木が留守だったために、息子の大一郎が応対し、帰りは駅まで稽古を送っていった。大一郎は、鎌倉や室町文学を研究し、私立大学の国文化の講師をする秀才であったが、憂鬱な性質だった。しかし大一郎は、稽古の怪しい魅力に誘われ、演学時や県庁時、 江ノ島まで足を伸ばして、彼女を案内した。5月になり、倉間山へ、5月の満月を見に行く前の晩、慶子は、大木家に行ったことを男に告げ、私は、先生の復讐をしてやりたいんですと言った。慶子は、男が悲しい目に合わされたにもかかわらず、今でも、大木を愛していることに悟り、嫉妬と男への愛と献身から、大木の家庭を破壊してやろうとしていた。 男はいくら美しい稽古でも、それでは恐ろしい養父になってしまうと注意するが、稽古は自分が養父になってしまう前に、先生の絵のモデルにしてほしいと懇願した。男は一度も見ることのなかった指示の画校を幾く枚か描き、いつか英字商店と題する本絵にするために密かに温めていたが、そう懇願されてから、死語大使図のように稽古を描き、 古典的な聖書女像の生めかしい仏画にしようと考え始めた。梅雨のある日、大木の在宅中、慶子が宇治の茶畑を描いた抽象画を持って再び訪ねてきた。茶畑の緑は少女だった男が大木との愛が破れて母親と京都へ逃避した時に記者の窓から見た色だった。しかし慶子にはそんな男の内的な悲しみの色は 知らないはずだった。大木は波打つ緑を稽古の燃え上がろうとする心の中傷だと褒めた。稽古は自分を小説のモデルにしてほしいと大木を怪しく誘惑し始めた。二人は江ノ島のマリンランドに行きホテルに泊まった。しかしベッドでの言動から稽古が処女ではないと思い込んだ大木の愛部が本格的になると稽古は悲しげに 上野先生、上野先生と男を呼んだ。大木は、びっくりし、ひるんで、力が抜けた。裁縫時の石庭を見ているとき、稽古は、大木と、ホテルに泊まったことを男に告げ、自分が、先生の代わりに、大木の子供を産み、先生にあげると言った。男は、稽古の方を強く平手打ちした。泣いた稽古は、その晩、温子と一緒に家に入らなかったが、 二人は、木屋町の思い出の店、ふさやかに行った。そこは、男に憧れて、京都にやってきた稽古と初対面した場所だった。稽古は、美少年のような妖精じみた少女だった。男は稽古をないで死にし、やがて自分がかつて大木にされたように愛武をし、レズビアンの関係になったのだった。大木と別れて、以来、温子の乳房に触れたのは、同性の稽古だけだった。 大木は小説十六七の少女で男によって女の抱き方のある限りを尽くしたと書いていた。男はそれを読んで屈辱だったが、それが静まると歓喜と満足が身内に広がり、過去の盲目の熱狂の愛が現実に生きてきた。しかし、年月を経るにつれ大木と抱き合った姿は男の中で次第に浄化され、自分であって自分でない昇化した。 神聖な幻の像となった。大木の息子、太一郎は、真高タカの研究論文を書くため、二村院の奥山にある三条西真高の墓を見に行こうとしていた。出発の朝、太一郎は父親に、徳川家持ちの性質、和宮の発掘調査で見つかった名刺より少し大きいくらいのガラス板の話をした。それは誰かの写真だったが、 発掘した時の日光で映像が一瞬で消え、ただのガラスになってしまったという相話だった。その写真は、見た者の,の証言から若い男の姿だったとされ、夫の家持ちではなくて、恋人の有栖川の宮だという説があった。太一郎がその相話を知った時から、慶子に会いに行くと決めたことが母、文子には直感で分かった。大木は、 慶子がなぜか左の乳を触られるのを拒んだことを思い出した。慶子の透明のような桃色の美しい乳首が鮮やかに浮かび、太一郎を慶子に合わせてはならないと大木は焦った。伊丹空港まで太一郎を迎えに来た慶子は、木屋町のふさやかに太一郎を案内し、夜中遅くに男の元に戻って眠った。男は、栄治商店の素描を眺め、 本への構想を考えていた。以前恩師が三十二三歳の時に描いた亡き母親の肖像画は男自身に似ていた。男は、地後大師風の聖書女像、聖書女像の幻は自分自身の自己愛母の現れの聖恩詞像の幻に過ぎないのではないだろうかと少し疑った。男の大木に対する愛、指示や母に対する愛は、 今も続いているが、その愛は、男の手に触れられる現実にあった時と変わりなく、続いているというよりも、男は、自分では、気がつかないが、それは、いつとはなく、男の自己愛と変わっているところもないとは言えなかった。赤ん坊と死に別れ、大木と生き別れ、母と死に別れて、その人たちは、今も、男の中に生きているが、そこに生きているのは、 本当はその人たちではなくて、男一人であり、男が稽古という同性の娘に溺れているのも、男自身の自己死亡、自己同型がそういう形をとっていたかもしれなかった。翌朝稽古は、静止する男を振り切って、大一郎と一緒に二村院の裏山に出かけた。木陰で、大一郎に胸をまさぐられ、大木の時とは逆に右側を触られるのを拒みながら、稽古は巧みに、 太一郎を誘惑して、琵琶湖のホテルへと誘導した。太一郎がシャワーを浴びている相場、稽子は、北鎌倉の大木家に電話を入れ、太一郎が結婚の約束をしてくれたから許可して、欲しいと文子に言い、太一郎を電話口に呼んだ。太一郎は母親に、すぐ帰るように強く言われたが、水着になった稽古に、寝室で怪しく誘惑された。その後、 プールから上がった稽古はモーターボートを借りて、太一郎と琵琶湖に行った。3時間後、ヨットに救い出された稽古は鎮静剤を打たれて、病院のベッドにいた。ニュースを聞きつけて男が飛んできて、大木夫妻もやってきた。文子は、男に向かって、太一郎を殺させたのはあなたですねと、感情がないように言い、寝ている稽古を起こそうと激しく揺すぶった。 再び息子を捜索するため、大木夫妻が出ていくと、男は、稽古の傍らに倒れ込み、その寝顔を見つめた。稽古の目尻から涙の粒が流れ、男が名前を呼ぶと、稽古は目を開け、涙を光らせたまま音弧を見上げた。美しさと悲しみと、は、通俗的なロマンとみなされるなど、戦後の中間小説的な見方をされたこともあり、 川端康成の代表作とはされていないが、川端という作家の主題、技法、技術的特徴、方法論のすべてが、つぶさに読み取れるようにできている作品だと言われ、同時期に書かれて定まった評価を得ている、眠れる美女、こと、片腕を生み出す、根の部分、川端の意識のありさまが読み取れ、作品としての価値も感化できないものがあり、川端の、ま、 魔界に関しても重要な点がある作品とされている。美しさと悲しみと、から、川端文学の秘密の多くを明瞭に学んだという、三島幸男は、その中で典型的に提示されている、川端文学の特徴として、叙情のロマネスク、反応のロマネスク、突然のロマネスク、時間のロマネスク、式場のロマネスクの5点を挙げている。武田勝彦は、 美しさと悲しみとは、講義では、中間小説に入れられる作品かもしれないが、主題の設定、登場人物の性格描写などの点から見ると、単に中間小説とは断定できない要素があると、表している。また、長谷川泉は、伊豆の踊り子を未読する場合の作家自身、川端に終しての作品としては、自伝的な破片のステロタイプが散りばめられていることで、 重要な作品であることがわかるとし、作品の手法の上からも注目すべき作品だと解説している。長谷川泉、小坂部元秀、山本健吉は、大木の出世作、167の少女は、川端の初期作品の、出雲踊り子を念頭に置いて書かれていると指摘しているが、山本は、川端が、自身の諸女的作品世界へ向かって、 生涯をかけて帰ろうとしていたとし、魔界から仏界へ、仏法の幼歌の世界へ、その願望は永久に未完の最後の小説、タンポポに現れていると推測している。そしてその願望は、美しさと悲しみとにおいて別の意味で明確だとし、劇中劇ならぬ小説中の小説として、十六七の少女は挟まれ、 その小説が存在することは、男と大木との切っても切れない縁を物語り、少女だった男が大木に愛撫された時に発した言葉は、書かれることで不滅となり、同じ言葉を同じ場面で稽古がつぶやくと解説している。今村淳子は、大木が男の相山と妻、文美子の流山という二つの命を闇に葬った上に、成立した。 小説、十六七の少女によって、名声と金を与えられたという、因果に触れて、そこには、自己の作品のためになら魂を悪魔へ売り渡しても、良いという芥川龍之介の芸術史上主義に、通うものがあるとし、現実のすべてを犠牲にしても、作家として、ひたすら生きようとする大木はまさに魔界に生きていると、解説している。そして、大木は、 小説の中で男を美化し、文子には、経済的なもので、罪の意識を和らげているが、男の生涯を狂わせてしまったという心の過釈が、完全に拭われたわけではないのに、新たに稽古にも、興味を持ち接近していくのも、未だに、魔界にいることの現れだとしている。小坂部元秀は、男と稽古のレズビアンラブは、川端自身の小笠原義人少年との同性愛が、 下敷きにされているとし、川端の実体験、少年では、それが、温められ、清められ、救われるものであったのに対し、美しさと悲しみとの、男と稽古の哀愁は、破滅させるものとして働いていると解説している。今村淳子はそれを不縁しながら、男が、自分が、大木から、妻となること、母となることを奪われたのと同じ罪を稽古に、 犯していることを意識し、それは、言いようのない周知でありながら反面、病的な悪徳の魅惑が胸に膨らんでくるという、廃藩の意識を持っているところに着目し、その、魔の苦悩の中に一つの方向を乱す男は、稽古との、王と思いを欲しさ、うになる、愛を、体の姿から、心の姿になった、過去の大木との愛によって浄化しようと、剣悪の底にちらつく炎を、 式場の揺らめきでなく、静かで清らかなものを見出していると解説している。そして今村淳子は、男が、地獄大使風な古典的な、聖書女像の稽古の仏画を描くことを決意するのは、男の中の、常在意識だとし、今まで生きてきた自分も、大木との愛の美しさと悲しみも、その絵に込めて、描こうとしていると分析し、その画像に潜む、地獄大使の持つ、 美少女的な美少年の生めかしい美しさはかつての男自身であり現在の稽古でもあるとしている。そして現在は表面的には性の男の内なる激しさは稽古が受け継いで行動しており稽古は完全に男の分身であると解説している。また稽古のような美少年のような少女といった美少年的 妖精の属性を持った人物は、魔界を意識した、川端作品に、しばしば登場するとし、舞姫の松坂は、魔界への誘引者として現れ、タンポポの少年、少女は、異常な状況の中にいるものを正常へ引き戻す、力を与えられた存在として造形されていると、指摘し、これは川端にとって、女になる前の少女の純粋さと、生めかしさ。 そういう女性への永遠の同型の変容であると解説している。そしてそれは、川端の心の中に沈着しているプラトニックなままで破滅した伊藤初代への不完全燃焼の愛がある時には奔放な煩悩の世界に誘い、ある時には正常な世界への引き戻しになっていると論考している。山織哲夫は、川端は美しさと悲しみとお書くにあたり、 源氏物語を念頭に置いていたのではないかとし、六条宮洲どころの、もののけが、葵の上に取り付いたように、男の嫉妬心が稽古に取り付いて、その、もののけが大木を脅かしてたり、息子の大一郎の命を奪ってしまうとのだと、論考している。鈴木春夫は、雪国の妖高駒子のドッペルゲンガーだと分析した、川崎敏彦の論から、 この関係が、美しさと悲しみとでは、あらわな形で男と稽古の設定に応用されていると述べ、男が稽古を、人間とは、違う生き物と言っている箇所に、それが具現されているとしている。今村淳子はそれを不縁し、雪国の陽子は存在としては、生き量であるが、行動はしてなく、稽古は、男の怨霊として、大木の息子、太一郎を殺すという行動で完全に、 生きりとして本領に生き抜いているとしている。また、復讐するつもりの稽古が一瞬、普通の少女らしい愛を大一郎に感じるが、魔の本流に押し流され、愛の歓喜のただ中にあって、大一郎を溺死させて自分は、生き残るところに、稽古の魔の凄まじさがあると、今村は述べ、もしも稽古が大一郎との愛に生きれば、 大木と男の分身という方での魔界の展開となり平凡であったが、稽古の魔を愛ゆえの復讐に生き切らせ、破滅への道を歩ませたところに男への愛の一途さ、魔の勝利があり、そこには一途な純粋さを美と見る川端の美意識が見られ、舞姫、湖、タンポポでは未完で終わった魔が、美しさと悲しみとでは書き上げられていると解説している。 美しさと悲しみと1965年2月28日、風切り。106分。公開時のジャックは、背徳の少女の怪しい挑戦に男も女も、燃え尽きる。である。1965年度のキネマ旬報ベスト10では、県外の第16位となった。キャストスタッフ、トリステスイボって100分。1985年8月28日風切り。 1987年4月風切り。キャストスタッフこの記事は以下のカテゴリからも参照できます。美しさと悲しみとに関するカテゴリ美しさと悲しみとに関するカテゴリありがとうございます。